はい皆さんこんにちは村長です今日もまたまたアフィニティデザイナーの解説をやりたいと思いますサムネイルにも書いてましたように今日は環境設定と少しばかりの図形に対するチップスをお話ししていきたいと思います村長ミュージックスタジオ 環境設定で僕が絶対やっておく方がいいような3つぐらいのチップスのお話をしたいと思いますので見ててください環境設定というのは編集メニューから出すことになります編集メニューの一番下に環境設定がありますこの中でまず第一にやってほしいことがユーダーインターフェースというメニューです ユーザーインターフェースでどうしてもやってほしいことというのがですねまずはアートボードの背景のグレーレベルですこれですね最初はちょっと白っぽすぎてですね書類とが見分けにくいんですねですからこの2つ目のパラメータを少し左に向けますそうすると灰色がちょっと濃くなります こうなるとこのように書類のアートボードが分かりやすくなります。これが一つ目です。次に UI の明るさというやつですね。僕のように目があまり強くなかったらですね、左側の選んだツールが見えにくい、いわゆる黒のレベルということなんですね。これもう少しあえて見えなくしたら こういうふうにすると、もうほとんど押していることが分かりませんが、この明るさをちょっと明るめにしてみてください。はい、このようにすると、選んであるツールがよく見えます。ですから、ちょうど自分が見やすいぐらいのところにするといいのではないかなと思います。これが2つ目の UI の明るさというものでした。 次にツールメニューを見てくださいこのツールメニューの中にズームにマウスホイールをしようというのが最初はチェックが外れてると思うんですねこれにチェックを入れましょうそしてツールサイズは自分が見やすいこの台中デフォルト小とかありますが僕は一応台というふうにしていますそしてこの状態で閉じてみてください そうしましたらマウスのホイールでこのように拡大縮小ができるようになりますので Z のキーでやったりですねコントロールプラスコントロールマイナスでこのようにやるよりはずっとこうマウスを離さなくていいですのでいいのではないかなと思います環境設定でどうしても やっておいた方がいいこと3つをお話ししました続きまして今画面にバラの花と車がありますこれはどのようにして出してきたのでしょうかちょっと消してみますこれはウィンドウのメニューからストックというのを開けますそうしましたら2つの会社が協力してくれています1つはピクセルズというのです そしてもう一つはここでピクサベイトでも読むのでしょうかこのようにするとたくさんのストック画像が無料で使えます例えばここで背景と入れてみますするとこのように背景に良さそうなものが出てきますちょっとドラッグして使ってみましょうはい こんな感じですね。こういうものがたくさんありまして、今検索したように日本語も通りますし、まあ、英語でやればより多くのストックが出てきたりします。たくさんありますので、ストックを購入する必要もありません。まあ、こういうのと、そしてウェブのフリー画像なんかを組み合わせると本当に便利になりますね。 そこで先ほどのバラのようなものそれはどうすればいいのでしょうか例えばここでフラワーと打ちますそしてベクターにチェックを入れますするとこうやってベクトル図形ですねこれっていくら拡大しても大丈夫なようなそういうベクター図形というものですこの王冠のようなものですね これを入れてみましょう。とっても細かいですので、少し時間がかかっています。はい、びっくりするほど細かな図形ですね。大きさもこんな大きいですので、ちょっと収まるほどにやってみましょう。王冠って言いましたけど、亀でしたね。はい、亀のデザインをこんなに細かくやってくれています。 続きまして、車なんかはここでカーと打ちます。車なんかもとってもたくさんありますね。ちょっとこれを引っ張っていきましょう。かっこいいですね。こんな図形も 選べますし、同じカーでもベクターを外すと写真としての車が出てきますこれもすごく大きいですねはい。 ヘッドライトのところが拡大されたとても公開堂々な写真として登録してくれてありますこのようにストックをうまく使ってくださいストックはもう一度言いますがウィンドウのメニューからストックというのを選択するようにしますこれをもう一度やるとストックは消えます今日はもう一つチップスをお話ししておきましょう 画面上部にあるいろんなツールです。まず、四角を描きます。そして、丸を描きます。ちょっと今、色が白ですので、分かりにくいですので、色をつけておきます。はい、このように2つの図形があります。まあ、もう少し、 子供のお絵ききですけれども、車みたいい。なデザインにしておきましてまょう。はい、このように複雑な図形を描くときですね2つ以上の単純な図形を組み合わせてより高度な図形を描くことができますこういう時には全てを選択しておきまして上のメニューにある これですね。これなんかは「追加」というふうになっていますがこれを押すとですねはいこのように一つの図形になりますもう一度戻します今度はこういうこともできるようになりますこの「中窓」というやつですねこれをやりますとはいこのように重なったところに穴が開きまして透明になります ですから、これの後ろにですね、黄色の四角を引きますと、こういうような図形になります。先日の動画で皆さんにハートマークを書いていただくような話をしました。また、そちらの方は見ていただいたらいいんですけれども、こういう合わせ技でハートマークを簡単に書くこともできます。ここで、岸型のツール、もしくは、 三角のツール。これらを利用します。そして、このように、まずは三角を書きます。後からも説明しようと思っていたんですが、ここで上下の反転をすることができます。このアイコンです。はい。これでハートの下の部分ができました。ここに丸をつけていきます。はい。 こんな感じですねもう一つつけておきましょうそういう時はコントロールを押しながらこのようにやればいいわけですねそしてここで合成をしますとこのような形になりますちょっとつなぎ目のあたりが微妙なデザインになってしまっていますこういう時はノードツールを使ってください 一番簡単なのはこの濃度を削除してしまうことです。はい、そしてここにですね、少しカーブをつけるとよりハートらしくなります。 こういうふうにして、皆さんもハートを書いてみてください。先ほどもやりましたように、図形というのは、移動ツールに持ち替えたらですね、こうやって上下反転とかいうのが、この4つのところにあります。これは90度反転ですね。はい。このような反転なども上手に使ってください。 前回もやりましたけれども例えばこういう四角を書きまして適当にコピーをしますねこのようにきれいに並んでいなくても選択をしましてまずセンターを合わせますそしてこれを等間隔にするのにはレイヤーのメニューから 行揃えというのを選んで垂直方向に等間隔配置というのをやりますときれいに並べることができます。あと先ほどの復習ですけれどもこのような形で図形を描きましてですねそして重なっているところを透明になどするような時はこのようにしまして中窓っていうのをすると こんな面白い形にできます。そしてその隣にあるこの序算というのをやるとですね、押しました。押しましたが、なんか線のようなものだけが入って変わったようにありません。これはどうしてでしょうかこれはですね、このところで一つ一つが部品のように分かれるんですね。ですからこれを消しますとこうなりますし、 はい、で時にはここを消すこともできますこのように重なり合ったところを部品部品に分けてくれるこれが序断のやり方ですそしてこれも復習になるんですけれども真ん中を整えたりするような時にはこのスナップツールですね磁石のような絵を上手に使えば 例えばこのハートをちょうど真ん中に持ってくるというような時にガイドラインがこのように出ますので真ん中の配置がやりやすくなったりしますのでこのスナップツールこれもよく覚えておいてください今日は環境の設定でやっておけばいいこと3つとそして 図形の基本的な操作方法。描いた図形をより便利に整列をさせたり、合成をしたり、そういうツールをご紹介しました。皆さんも今、一つ一つ全てを言ったわけではありませんので、ぜひともチャレンジして勉強してみてください。村長スタジオでした。ありがとうございました。